あれですか暑さでバテてませんか一頭ダメですね。<メ>あの、少し、あの、認知症も入っている、あ,いあの、メス猫がいて、いあの、布団一つダメにしちゃいましたね。あれあれあれ。佐藤さんは猫と対話してね、猫は何でも知ってるわけですから。それでちょっと猫にも聞いたかもしれませんけど、はい、あの例の教育無償化、はいはい、ね。 これ、昔片着の私なんかもそれに入るんですけど、はい、あのー、まあ、終戦直後もののない時代に、すごい頑張った父とか母の姿見ててね、はい、もう子供の教育費、給食費だけはね、石にかじりついても親は食べなくても出すみたいな。 あったじゃないですか。あ、あの、私の親なんかもそうでしたよね。ああいうのが残っててね。はい。なんか全部無償化というと、金持ちのね、子供まで無償化するのはなってこうについつい思うんですけど、佐藤さんは基本的には違う考え方もよね私ね、教育無償化に関しては、うん、あの、大学とそれ以外全部分けます。はい。だから世の中のいろんな人とはだいぶ違うんですけどね。ええ、あの、高校までは義務教育化にしちゃって、ええ、完全無償化がいいと思ってるんですよ。 行く。ええ、高校。高校までは。高校まで。はい、あの、義務教育化して完全無償化する。義務教育化してそれでなんで完全無償化が必要かというと、うん、この種の問題にはね、あの、選択主義っていう考え方と、はあ、普遍主義っていう考え方があるんです。はあ、例えば、給食費がある生活保護、ええ、あるいは学校支援の子たちっていうのは、給食費、ええ 免除されますよね。はい。えー、それから、それは低所得の子が免除されるわけですよ。ええ、そうすると、その子たちっていうのは学校の中で、ええ、お前、給食費払ってないなっていうことで、線が引かれるわけですよね。ああそ,そのことが小学生、うん、あるいは中学生の心にどういう影響を与えるかなっていうことを考えれば、ええ、それ言われるとね。そうすると、その,おあの、全体のところでここは、のええお 全部無償化しちゃっても構わないと思うんですよ、それで金持ちって実は数少ないですから、それによってあのあ<ー>お、年間1億以上のやつに払う必要があるのかってことあるんですが、それは少ないですから、それから年間1億収入を持ってる人間だったら、それは45%所得税、10%住民税、復興税2%払ってますからね、<laughs> なるほどそれは相当な税金払ってるわけですから、それぐらい戻ってきたって、実はそんな大きい問題じゃないと思うんですよ。 それから、あと、ヘックマンってアメリカで有名な経済学者、ノーベル経済学者もらった人が言ってるんですが、ヘックマン。修学前教育。要するに、あの、赤ちゃんの時からですね。そこのとこできちんとした形で教育を受けとくっていうことが、将来、飛行に走るとか、あるいは、労働につかなくなっちゃうとか。今、の、赤ちゃんって言いましたはいはい。十10ヶ月ぐらいです。 ほうそれぐらいからの修学前教育はものすごい重要になるんです。<ー>だからそこを含めて無償化しちゃう必要はすごく重要だと思うんです。あの、生まれて10か月ぐらいの赤ちゃんから、はいはい、あの、国が全面的に面倒を見て、国が公共が全面的に面倒を見て、そこのスタートのところで、あの教育の面倒をどんな教育するんですか、子供は。 あのこれはあのんまずあの幼稚園で通う<い>あ,あるいは保育園で通う<い>それであの朝ご飯はんをお家で食べるけども昼<い>とおやすと夕ご飯はそは保育園で栄養士が作った食事を食べる、はいはい、それからバランスの良い体育運動をする<い>あそれからあとあのリズムに乗ってダンスをするのはリトミックとか<ー>そういったことをするとか<ー>あるいはあのー。 算数、数字に関心がある子は、あの、0歳から6歳までにね、敏感期ってあるんです。ある時期に、例えば模様だけに関心を持つとか、数字だけに関心を持つとか、言葉に関心を持つとか、その時に制限しないと思いっきり勉強させちゃうんですね。なるほど。そうするとあのね、あの、将棋の、あの、藤井君みたくこういうような人が出てくるんです。あれヘックマン博士という方は、僕は知りませんけど、 その人、そういうことを証明したんですかあ、それはあ、えしあの、データで、あの、証明されてるんですよ。ビッグデータで。えビッグです、ね、でそれから、そういった措置を受けてる人と、はいはい、アメリカっていうのは残酷なとこでね、うん、そのお、子供たちに給付措置をしている地域と、うん、してない地域を分けて、うん、それでデータを調べるんですよ。実験する。えですから、これも証明はされてます。藤井聡太君なんか、あのー、 学にかやってるのありましたよねモンテッソーリ教育ってやつで、それが今言った、マリア・モンテッソーリってイタリアのお医者さんが考えた方法なんですが、本来は障害児教育なんです。それ、人の一人一人の個性を伸ばしていくと、これ、公立の保育園でも導入してるとこかなりありますからね、こういうようなところが無償化されていくと、だいぶ学級崩壊であるとか、それとか学力ついていけなくて困るというような小学生の問題、減りますね。 大学だったら、もう、ね、自分で。私はね、大学はね、全然違う考え方で、大学は、国立大学は、あの、安い授業料でいいと思うんですよ。私立は国際基準にしちゃえばいいと思うんです。極端のほうで300万円、400万円の大学、分科系全然高い。ハーバードって高いですからね。ハーバード今800万ぐらいですからね。 それで OB や OG が寄付して学校が再建運用すればいいんですから学費、バイトやっても払えない学生がいっぱいいるって言うじゃないですか、1 0万、修学前教育、要するに赤ちゃんの時からですね、そこのところできちんとした形で教育を受けておくていうことが、将来、飛行に走るとか、あるいは労働に就かなくなっちゃうとか、今、の赤ちゃんって言いました、はい10ヶ月ぐらいです。 ほうそれぐらいからの就学前教育はものすごい重要になるんです<ー>だからそこを含めて無償化しちゃう必要はすごく重要だと思うんですあの生まれて10か月ぐらいの赤ちゃんから国が全面的に面倒を見て国が公共が全面的に面倒を見てそこのスタートのところであの教育の面倒どんな教育するんですか子供は あのこれはあのん、まずあの幼稚園で通う<い>あ、あるいは保育園で通う、<い>それであの朝ごはんをお家で食べるけども、昼<い>とおやすと夕ご飯はんは、保育園で栄養士が作った食事を食べる、はいはい、それからバランスの良い体育、運動をする、<い>あそれからあとあの、リズムに乗ってダンスをするのはリトミックとか、<い>そういったことをするとか、<ー>あるいは、あのー、 算数、数字に関心がある子は、あの、0歳から6歳までにね、敏感期ってあるんです。ある時期に、例えば模様だけに関心を持つとか、数字だけに関心を持つとか、言葉に関心を持つとか、その時に制限しないと思いっきり勉強させちゃうんですね。なるほど。そうすると、あのね、あの、将棋の藤井君たくこういうような人が出てくるんです。あるヘックマン博士という方は、僕は知りませんけど、 その人、そういうことを証明したんですかあ、それは、あの、データで、あの、証明されてるんですビッグデータで。ビッグデータでそれから、そういった措置を受けてる人と、アメリカっていうのは残酷なとこでね、その、子供たちに給付措置をしている地域と、してない地域を分けて、それでデータ調べるんです実験する。えですから、これも証明はされてます。藤井聡太君はなんか、あの、修学前になんかやってるのありましたよね。え、モンテス総理教育ってやつで。それが今。 マリア・モンテッソーリってイタリアのお医者さんが考えた方法なんですが、本来は障害児教育なんですそれ、人の一人一人の個性を伸ばしていくと、これ、公立の保育園でも導入してるところ、かなりありますからね、こういうようなところが無償化されていくと、だいぶ学級崩壊であるとか、それとか学力ついていけなくて困るというような小学生の問題、減りますね。大学だったらもう <あ>私はね、大学はね、全然違う考え方で、大学は、国立大学は、あの、安い授業料でいいと思うんです私立は国際基準にしちゃえばいいと思うんです。極端のうで300万円、400万円の大学、分化系全然構わない。ハーバードって高かハーバード今八百万ぐらいですからね。 それで OB や OG が寄付して、学校が再建運用すればいいんですから、うん、あのお年間1億以上のやつに払う必要があるのかってことあるんですが、それは少ないですから、それから年間1億収入を持ってる人間だったら、それは、 45%所得税、10%住民税、復興税2%払ってますからね。それは相当な税金払ってるわけですから、それぐらい戻ってきたって、実はそんな大きい問題じゃないと思うんですよ。それから、あと、ヘックマンってアメリカで有名な経済学者、ノーベル経済学者もらった人が言ってるんですが、ヘックマン。修学前教育。要するに、あの、赤ちゃんの時からですね。そこのとこできちんとした形で教育を受け取るくっていうことが、将来、 飛行に走るとか、あるいは労働につかなくなっちゃうとか。今、あの、赤ちゃんって言いましたね。はいはい。10ヶ月ぐらいです。ほう。それぐらいからの修学前教育はものすごい重要になるんです。だからそこ含めて無償化しちゃう必要はすごく重要だと思うんです。え、あの、生まれて10ヶ月ぐらいの赤ちゃんから、あの、国が全面的に面倒を見て、国が公共が全面的に面倒を見て、そこのスタートのところで、あの、教育の面倒をどんな教育するんですか、子供。 あのこれはあの、まずあの幼稚園で通う<い>あ、あるいは保育園で通う、<い>それであの朝ごはんをお家で食べるけども、<い>着るとおやすと夕ご飯はんは、保育園で栄養士が作った食事を食べる、はいはい、それからバランスの良い体育、運動をする、<い>あそれからあとあの、リズムに乗ってダンスをするのはリトミックとか、<ー>そういったことをするとか、<お>あるいは、あのー、 算数、数字に関心がある子は、あの、0歳から6歳までにね、敏感期ってあるんです。ある時期に、例えば模様だけに関心を持つとか、数字だけに関心を持つとか、言葉に関心を持つとか、その時に制限しないと思いっきり勉強させちゃうんですね。なるほど。そうするとあのね、あの、将棋の藤井君たくこういうような人が出てくるんです。あれす。ヘックマン博士という方は、僕は知りませんけど、 その人、そういうことを証明したんですかあ、それはあ、しあの、データで、あの、証明されてるんですビッグデータで。えビッグデータそれから、そういった措置を受けてる人と、うん、アメリカっていうのは残酷なとこでね、うん、そのお、子供たちに給付措置をしている地域と、うん、してない地域を分けて、うん、それでデータ調べるんです実験する。えですから、これも証明はされてます。藤井聡太君なんか、あのー、 修学前に何かやってるのありましたよね。モンテッソーリ教育ってやつで。それが今言った、あの、マリア・モンテッソーリってイタリアの、あの、お医者さんが考えた方法なんですが、本来は障害児教育なんです。それ、人の一人一人の個性を伸ばしていくと。これ、公立の保育園でも導入してるとこかなりありますからね。そうですか。こういうようなところが無償化されていくと、だいぶ、学級崩壊であるとか、それとか、 学力ついていけなくて困るというような小学生の問題減りますね。えー、あ大学